どうも、総監です、阪神タイガース見事オープン戦で3位になったわけなんですけども、皆さんオープン戦3位の呪いってご存知でしょうか。オープン戦で3位になったチームはその年のレギュラーシーズンで苦戦するというジンクスなんですけども、今日はねそのオープン戦3位のジンクスがどんなものなのかというものをねちょっと見つけましたのでちょっとお話ししていこうかなと思います。ということで、早速行ってみましょう。まずここ10年のオープン戦3位になったチームはどうなったのかということをね紹介していきます。2010年楽天最下位、開幕から低迷しペナントレースのほとんどを最下位で過ごす。2011年日本ハム2位、ソフトバンクと首位争いするも後半失速、かろうじて2位をキープ。2位だったらいいんじゃないでしょうかね。2012年、横浜 DeNA 6位、シーズン中安定したペースで借金を増やし最終的に借金39まで膨れ上がる。やばいですね、借金39は。2013年、ソフトバンク4位、最後まで A クラス争いを繰り広げるも踏ん張れず4位転落。2014年、巨人優勝、6月中旬に首位に立ちそのままリーグ優勝を決めた。ちなみにここ10年ね、オープン戦で3位になったチームで優勝はこの年の巨人だけです。2015年、横浜 DeNA 6位、5月には首位に立つなど好調だったが交流戦では過去最低勝率を記録、夏場以降も調子は戻らず最下位。2016年、ソフトバンク2位、5月6月破竹の勢いで連勝、呪いなんてなかったかのように首位独走を続ける。しかし日本ハムに終盤追い込まれ歴史的 VS を喫する。最後ね負けちゃいましたね、日本ハムに。2017年、オリックス4位、4月は好調に見えたが5月に球団ワースト月間19敗、そのまま B クラスに転落。2018年、楽天6位、開幕から絶不調で最下位を独走、梨田監督がシーズン中で辞任。2019年、楽天3位、先発陣に故障者が続出、しかし救援陣打線も機能して一時は首位に立つ。しかし交流戦から大型連敗し最終的には3位に滑り込む。ということでね、 40% の確率で最下位、 60% の確率で B クラスで、優勝確率が 10% というデータでしたね、ここ10年。いや2位になったねソフトバンクとかもね、もう最後日ハムに大逆転優勝されたりね、あんまりいいことないんですけども A クラスになっても、果たして今年阪神タイガースはどうなってしまうのかということなんですけどもね、矢野ガッツでね呪いなんか吹き飛ばしてほしいんですけどもね、これがオープン戦3位の呪いでしたということで、簡単な説明だったんですけども、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またねいろいろこういう話あったら、お伝えしたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。さよなら。